はい、ヒップホップ&カルチャーをご覧の皆様、DJ フォーレン K です。今日はですね、インスタグラムその他 SNS での、DJ ミックスのライブ配信のやり方について話していきたいと思います。現在ですね、世界中で巻き起こっているウイルス騒動の流れを組んで、アメリカを中心にですね、ライブで DJ を、インスタグラムとか SNS で配信するっていうような流れがですね、できてきています。で、今日はですね、それについて話していきたいと思うんですけれども、まずはですね、どういう流れでそうなったか、そして DJ ミックスを配信するやり方、どこでやるのか、それから最後にはですね、その DJ ミックスを配信でやる意味についても触れて話していきたいと思うので、ぜひぜひ最後まで動画をご覧になってください。で、2020年4月1日現在、世界中でですね、家にいましょうみたいなステイホームのムーブメントがすごい続いてて、日本は正直比較的まだ全然人が外にいる方ではあるとは思うんですけど、まあ世界の多くの人たちが外出できないというような状況になっております。で、アメリカのですね、ヒップホップアーティストやセレブリティもみんなステイホームっていうキーワードをもとに、家から出ないようにっていう呼びかけを積極的にやっています。で、僕は10年間アメリカに住んでいたので、アメリカに友達とかが、まあアメリカ人の友達もいるし、日本人でアメリカに住んでる友達もいっぱいいるんですけど、その人たちのインスタグラムとかを見ててもほとんど外に出てないし、まあなんか日本よりももうちょっとシリアスに捉えてるんじゃないかなっていうのが肌感で伝わってきますね。はい、そんな中で始まったのが自宅からのライブ DJ の配信ですね。で、皆さんもご存知だと思うんですけど、インスタグラムやフェイスブック、もちろんこの YouTube 等でも、まあ生配信っていうのができるんですね。で、まあ有名なところだとホット97の DJ キャミーロ、それから DJ ヤングチョーもやってたし、あとは D ナイスっていう DJ もやってたし、あと僕の知り合いで言うと日本人の、まあ、ニューヨーク在住の DJ デン、それからこの間ね、日本にも来日した DJ サーマニーっていう人もね、やったりとかしてて、まあ世界中の DJ がですね、自宅からライブ配信をすると。で、それを SNS、Instagram、Facebook などを通じて発信するっていうのを今やってますね。僕は東京の外出自粛要請が出た数日前からやり始めて、まあ最初は結構やり方はよくわかんなくて、配信してるスマホをスピーカーに近づけたりとかしてやってたんですけど、まあなんか聞いてるリスナーの方から、ちょっと音が小さいとか、そういったコメントをいただきまして、で、まあでも、ちょっと自宅のマンションからやってるんでね、で、アメリカとかって結構大きい音で、やったりするんですけど、みんな壁も厚いし、まあみんな気にしないみたいな感じで。ただここは日本なので、まあ自宅のマンションであまり大きい音でやってしまうとですね、まあせっかくみんなが家にいるのを楽しませようと思ってやってるのに、近所迷惑になってしまったらね、もう本末転倒なんで、で、どうしようかなと思って、いろいろ調べて、見つけたのがこちらの機材ですね。ローランドのゴーミキサーです。でですね、別にこちらの宣伝動画とかではないんですけど、こちらのですね、オーディオインターフェースを USB でスマホにつないで、で、これ LINE が、まあ、ステレオで入るので、2本 LINE で入れて、で、マイクも入るんですけど、僕はDJ ミキサーにマイクをつないでしまってるので、このマイク端子は使っていません。で、僕の携帯は Google Pixel 3 XL ってやつなんですけど、で、これ全然動作してますね。僕のに関しましては。で、まあ、iPhone にも対応してるので、もちろん。おすすめの機材です。これを通じてスマホに音を入れて、別のモニターアウトからスピーカーに LINE で繋いで、そこで自宅では音を聞きながらやっています。そうすることによって、聞いてるみんなには十分な音量で届けられるけど、自分で家で聞く音量っていうのは小さい音量でやることができます。まあ本当はね、大きくできればいいんですけど、まあそういうわけにもいかないので、小さい音で自分でやりながら十分な音量で、リスナーの聞いてる人たちに届けられるっていうことですね。でですね、他にも機材いっぱいあって、まあ DJ デン、僕の友達の DJ デンは、アイリグっていうのを iPhone に挿して、で、そこから音を入れてるって言ってましたね。いろいろやり方あると思うので、みんな各自調べてぜひぜひいい方法でやってみてください。でですね、次に、配信フォーマットですね。配信フォーマットなんですけど、まあインスタグラムのライブ配信、インスタライブってやつですね。と、Facebook のライブ配信。で、これどっちがいいのかなっていうのをね、仲間と話し合ったんですけど、インスタ、まあ、あくまで日本だとっていう感じなんですけど、日本だと、まあ、インスタグラムのライブっていうのは結構人が、いるんですね。すでにそこに。で、インスタライブをスタートすると、結構バーって人が集まってきたりするんですけれど、みんな基本的には携帯で見てるので、離脱率
が高いんですね。で、まあ、要は、その、ちょっと見ていなくなる人が結構多いんじゃないかなって思ってます。で、Facebook の場合は、パソコンから見てる人もいるので、まあ、BGM として部屋の中でかけるんだったら、Facebook にしてあげた方が、まあ、みんながかけやすいのかなとか、でも、Facebook にあんまり人がいないんじゃないかなとか、いろいろ試行錯誤しながら今やってるんですけど、これについてはですね、僕と僕の仲間もですね、まだ試行錯誤中ですので、もしね、この、なんか SEO に詳しい人とか、なんか SNS に詳しい人で教えてくれる人いたら、ぜひぜひ皆さんのご意見も聞かせてください。コメント欄にてね、まあいろいろご意見聞かせてもらえたら参考にさせていただきますので、よろしくお願いします。で、次に権利の問題ですね。僕はインスタグラムのライブでしかやってないんですけど、まあ Facebook でも YouTube でも必ず曲の権利で、まあストップしてしまったりとか阻まれたりしてしまうことがあるんですね。まあそれはもうそうなったらやり直すしかないんですけど、もう一回再スタートしてやり直すしかないんですけど、ただ一つのやり方として、効果音や MC を積極的に入れるっていうのも、一つの方法としてあります。でですね、皆さん、クラブとかに行かれてる人だと、クラブでかかってる曲がこれなんだろうなと思ってシャザムしようと思って、曲の検索アプリのシャザムで、シャザムをしようと思って、シャザムしてもできない時ってありますよね。で、それって例えば DJ が効果音を入れてたり、その曲の間に MC の人が喋ってたりすると、シャザムで認識できないんです。これと同じで、ライブ配信を行う時に効果音や MC を入れると曲が認識しづらくなって、その権利で阻まれる可能性が、まあ、少し、低くなるというか。で、Hot 97とか Power 15みたいなね、ニューヨークの、まあ、ラジオ DJ みたいな人たちってのはめちゃくちゃ喋ったりとか、めちゃくちゃ効果音入れたりするんで、そういうのですり抜けてるんじゃないかなっていう話は友達ともしていました。で、あと一定時間で止まるっていう問題があるんですけど、まあ、これに関してはね、僕の肌感で僕の友達ともいろいろ情報シェアした結果、だいたい30分ぐらいで止まるっていうパターンがたまにありますね。で、まあ、これ止まった場合はもうやり直すしかないんで、止まったらまたスタートボタンを押してやり直すしかないですね。はい。最後にですね、この DJ 配信、ストリーミングをやる意味について。まあね、このウイルス騒動でイベントができなくなって自粛になったりとか、まあ、そもそもできないような状態になって、まあこれからどういうふうに動いていくのかわからないんですけど、まあネガティブな捉え方をすると、まあその代案というかっていう感じにも捉えられるとは思うんですけど、実は僕はもうちょっとポジティブな捉え方をしてて、まあこのストリーミングでの DJ 配信って実は前から、まあそのウイルス騒動とかが起きる前から僕はずっとやってみたいなって思ってたんです。で、まあ、やっと、でもなかなか時間がなくてできなくて、で、やっと今この、ちょっと機会が訪れたんでやってみてるっていう感じなんですけど、でも当然僕の日本の友達も見てくれてて、アメリカの友達も見てくれてて、まあ、コメントとかでコミュニケーションができるわけですね。で、プラス、まあ、インスタグラムとか、まあ、知ってる人多いと思うんですけど、リクエストで会話とかができるんです。なので、まあ、これってまあ、要するに昔ラジオ局で行われてたことと全く変わらないんですね。なので、こう、ラジオ局で行われてたことが、まあ、個人でできるっていうような、まあ、これは活かさないではないんじゃないかなと思いました。しかも、まあ、インターナショナルで、まあ、時差の問題とかはあるとは思うんですけど、インターナショナルで、世界中どこの人にも基本的には届けることができるので、かなりいいんじゃないかと。なのでですね、僕の意見としては、ステイホーム、今の状況にもぴったり合ってるし、今の状況じゃなくなったとしても、こういったことはですね、積極的にやっていくべきなんじゃないかと思います。で、2020年以降のね、まあこれが一つのパーティーの形になるかもしれないし、まあ少なくともアメリカではちょっとね、そういう流れが来つつあります。で、もちろんね、普通の状態に一刻も早く戻って、クラブでちゃんとパーティーができるようになって、飲食も潤ってっていうのが、もちろん一番最高なベストな状態ではあるとは思うんですけど、まあ今この現状に対して下を向いてるよりも、こういったことで DJ の配信をしていくっていうのも一つ、かなりありなんじゃないかなと僕は思ってます。で、今日はこんな感じで終わろうと思います。で、みんなね、厳しい状況ではあると思うんですけど、上を向いてポジティブに、よくやっていきましょう。僕もですね、微力ながら、インスタグラムのライブ配信で DJ をやって、みんなを楽しませられればと思っているので、インスタグラム、FORDNKAY、FORDNK のインスタグラムでですね、ぜひぜひインスタライブチェックしてください。でですね、インスタライブのコメント欄で絡んでいただけたら嬉しいです。ということで、ヒップホップ&ザカルチャー、ありがとうございました。今日はこの辺で。